滋賀県から来ました谷口博士、56歳です。まずこの動画を見て、 YouTube の動画なんですけども、椎間板ヘルニアと言われたんですけども、その椎間板ヘルニアでも、痛みは実際には骨ではなくて筋肉かなっていうことを解説いただくことがあったので、すごく安心感ができ、これから自分に治せていくという自信がつきました。で、まだ見ていない方だったら、このビデオを見て少しでも楽になっていただく方がいたら嬉しいと思います。